こんにちは、シーバードです。今回はズームの G1X4 なんですけれども、まあご存知ですね。私、シーバードの動画では非常に頻度高く出てくるマルチエフェクターです。1万円以下でペダルがついていて、音も非常にいい、操作性もいいというところで大人気のマルチエフェクターです。リズムマシーンもついていて、ルーパーもついていて、いうことなしのコスパ最強マルチエフェクターなんですけれども、音的なところでね、どうしてもなんかクランチが僕ね、いいのが全然出ないなぁと思って、クランチサウンドを取るときはまた違うマルチエフェクターを使用していたんですよ。まあ、でもこれ一台でどうにかできないかなと思っていろいろ試行錯誤してたらですね、ついに見つけました。プラスワンすることでマーシャル風なクランチがですね、圧倒的な存在感を発揮しましたので、ぜひご紹介させていただきたいと思います。ではまずは MS1959 のみを鳴らしていきます。セッティングはほぼフラット状態ですね。こんな感じになっております。でキャビネットもマーシャルと。非常にいい音なんですけれども、もうちょっとマーシャルっぽいジャキッとした感じが欲しいですよね。トレブルを上げてみましょう。非常にいい感じです。ただですね、トレブルを上げることによってジャキット感は出たけれども、奥行きがなくなってしまいますよね。平面になっています。もうちょっとね、奥行きふっくらさせたいなっていう時に、プラスワンであれを使うと非常に爆発的なクランチ音になるので、試してみましょう。この MS1959 の前段に何を入れるかというと、これになります。フェンダーツインリバーブ。非常に意外なことだと思うんですけれども、設定はですねこんな感じで、まあ、原因はお好みなんですけれども、ブライトにするとちょっときつくなるのでオフにしておきます。それでは鳴らしてみますね。いかがでしょうか。奥行きがあってジャリッと、ハイもしっかり出ている。もう一度マーシャルのみのを聞いてみましょうかね。ちょっとジャキジャキがきついなと思う方はハイを削って、というふうな感じでお好みのサウンドにできます。マーシャルを EQ でいじるよりも、フェンダーのツインリバーブを全体に足してあげるだけでふっくら感が増して、ジャキット感もしっかり出てくるというところで、ぜひ皆さんお試しくださいませ。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。